タバハシラメはすでに絶滅した海生哺乳類の目の一つである。前身よ後半のチャッキアンキから中心よ後半のトートニアンキにかけて生息していた。その歯と骨格はタバハシラメの動物が沿岸に暮らす水陸両生の草食動物であったことを示唆している。彼らの名前はその極めて特徴的な薄葉に由来する。世界で最初に発見されたデスモスチルスの頭骨の 化石。ホロタイプ。岐阜県水波市産出。日本で初めて絶滅哺乳類の新種として記載された、標本タバハシラモクに属する動物の化石は、関体平洋地域の北部、つまり、日本南部からロシア、アリューシャン列島、そして北アメリカ大陸西海岸で発見されている。モシキシタルデスモスチルスヘスパースは、数本の歯と椎骨から、 はじめは海牛目に分類されたが、10年後に、日本でより完全に近い化石が発見されると、その分類に疑問が呈された。1898年、日本の古生物学者、吉原重、公及び岩崎重さんと共同研究中であった、ヘンリー・フェアフィールド・オズボーンが、頭蓋骨と牙における初期のマストドン類との類似性から、長尾目起源説を提案した。ジョンシー・メディアムは、 九種の構造に基づいて、デスモスチルスが、水星の動物であり、おそらくは生み薄めであろうと結論付けた。他の科学者たちは炭鉱目説を唱えた。なぜならば当時デスモスチルスは、頭蓋骨の破片、歯、歯の骨のごく一部しか発見されておらず、身体的特徴としては、ヒレ足と尾びれを有することが推測されていたに、過ぎなかったからである。しかしながら1941年に、 カラフトで発見された完全な骨格は、彼らがカバのそれと似た太い4本の足を持っていたことを明らかにし、1953年にはロイ・エチラインハルトによりタバハシラメという目が新設された。タバハシラメの海分類を示す。生息年代は古生物学時点などによった。ゾウとマナティを除けば、デスモスチルスは現存のいかなる動物とも似ていないが、より後期の種類は、 水中生活により適した身体構造をしていた。ダグラス・エムロングは1971年にオレゴン州で新種ビヒーマタップスを発見し、初期のタバハシラメが後期の種に比べより長尾目に類似した歯と顎を持っていたことを明らかにした。しかしこの発見にもかかわらず、ウミウシ類及び他のユウヒズメ類との関係は未解明なまま残されている。タバハシラ類は アフリカ従上目における植物食有ヒズメ動物群である金、ヒズメ類に属すとされ、その中のテティス従類の一員であるとみなされている。タバハシラ類の特徴的な葉は、長尾類や海牛類と同様水平交換方式であった。デスモスチルスは体長1.8メートル、推定体重200キログラム長まで成長し、最大の種類は、頭骨のサイズ等から、 ステラーウミウシに匹敵した可能性がある。海生に適応した、哺乳類のグループとしてタバハシラ類、ウミウシ類、クジラ類、キキャク類、イタチカおよびイタチアカ、水性の生のナマケモノ類の6つが挙げられるが、このうちタバハシラ類の生存が確認されるのは、比較的短い期間であり、生息域や種の数においてもあまり大きなグループではなかった。その絶滅原因は、 地球の寒冷化が進んだためではないかとされるも、はっきりしたことは分かっていないが、いくつかの理由から、ウミウシ類との競合があったことが判明している。タバ柱目の減少とともに、ウミウシ類の多様性が増加しており、より後期のタバ柱目が、水中形態への適応が進んでいたこと、他の水性の装飾哺乳類が、海藻類を主食にしていたのに対して、北、太平洋のウミウシ類が、 昆布に適応していたことが主だったファクターだったと思われる。国立科学博物館デスモスチルスハット AB 高、塩一幻の怪獣デスモスチルス発見物語、改正者、1971年日本、古生物学改編、古生物学辞典、朝倉書店、1991。ISBN4 から254162324。25 ABC ニコラス D、ピーンソン、ギラット J、バーメイジ、ザライズオブオーシャンジャイアンツ、マキシマムボディサイズインセナゾックマリンマメルズ、アズアンインディケーターフォープロダクティバティ、インザパシフィックアトランティックオーシャンズ、パブリッシュドゴジュライ2016、ドイ、10.1098、RSBL2000、ありがとうございます。